あのさ、太田イオンって広くなるんでしょ？そうですよ。工事は進んでるん？バッチグーですよ。おお、久々聞いたな。はい、これが増床する建物だ。へえ、できてきてるじゃないか。概要はこんな感じ。あ、敷地の広さは変わらないのね。敷地内での増床だからね。駐車台数も変わらないのは素晴らしい。新規を含め全体で93店舗もリニューアルするのだ。いやー、すごいな。これが新規店舗の一部ですぞ。群馬初も多いんだね。新規が54店舗もありますからな。54とはまたどえらい。もう説明しきれないくらいパワーアップです。いや、情報量多いな。過ごしやすい空間になること間違いなし。で、リニューアルするのはいつなん？それは2024年4月19日10時オープン。おお、あとちょっとな感じ。ちなみに増床する建物はウエストモールと呼びます。西側にできたからか。とにかく楽しみすぎですよ。でも最初は行列できそうだね。確かに。じゃあ今から並ぶかな。いや、まだ3ヶ月ありますけど。